なんと繰り上げたっていうね、そうそうです、はい、私から、はい、10万円です。あ、はい、ありがとうございます。有名な麻雀の業界の、はい、方で、から連絡を受けたんですね。まあ随所随所で、まあ、申しとか受けたら、あ、はい、わかりました、追っていきますんで、はいはい、出てた時どうだったんですか。細井さん怖くなかったんですか。細井さんは放題始まりました、森田ちゃん。さあ今回のゲストは、はい、やってまいりました、大井明です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、いや、はい、大変でしたけど、はい、この出演以降受験生版タイガーファンディングありました、反響。LINE やってないんですよ僕。あ、はいはい、なんか友達も人生出てきたことないんで、はい、なかったですね、反響は。特になかったと、はい、なんかね、その後バイトしたりとかしてたらしいですよね。あ、はい、トヨタ市愛知県の車の工場で、はい、はいはい、働いたんですよね、はい、怪我したって聞いたんですけど。あ、そうです、関節炎になって、はい、あ、そうだったんですね、はい、じゃあそれで戻ってきたっていう感じなんですね、はい、そして戻ってきたらなんと繰り上げになってたっていうね、金ホタテ。びっくりですよね、はい、まさかの繰り上げということで、そうか、はい、ご私から、はい、10万円です。あ、はい、ありがとうございます。、はい、あ、ちゃんと開けて本物の顔を見せてもらってあげる。はい、はい、はい、これで参考書資金ですからね。はい、わかりました。麻雀に使わないでください。はい、わかりました、大丈夫です。はい、あれいくらでしたっけ、全部で65万です、ね、65万ですよね、はい、であとはじゃあ細井先生と山木先生と松原さん、はい、からもらうっていう感じですね、はい、よかったですね。で、使い道がどうなるでしたっけ、その他が、参考書が9万円ですよね。月3万円生活費をかけてるんで、はいはい、それかける11なんで33万円が生活費、はい、で、受験料が21万円としてます、ね、はい、あ、なるほど、そういう感じだったわけですね。今勉強してるんですか、この棚ぼたな状況になりましたけど、はい、いや、トヨタ行く前は毎日10時間勉強してたんですよ、はいはい、なるほどなるほど、ほうほう。でも午前中に4時間勉強して12時から6時3時間勉強して6時から寝るまでに3時間勉強すれば12時間簡単に達成できたかなってきたんですけ ど、うん、トヨタ系はもうあんまり6時間1日そんぐらい、まあ、そうですね。いきなり受け取れることになりましたってね、はい、なったわけですけどね、びっくりしました、連絡来た時は。そうですね、はい。出てた時どうだったんですか。すっげえ緊張してたと思うんですけど、はい、どうでした、喋ってる時。あんまり記憶にない。あんまり記憶にないんですね。はい、もうやっぱ緊張しすぎて。岩井さん優しいなっていう。あ、なるほど、はい、あと森哲さん怖いなっていう。なんで。なんで？ピークエンドの法則っていうのがあって、ああ、ああ、で僕にとってのピークは泣いた直後だったんで、はいはい、岩井さんに肩させてもらったんですけど、優しいなって、はいはい、で僕にとってのエンドはこう最後森哲さんにこうすごい前のめりになってすごいガン疲れたんです。なんでそんなこと。いや、すごい怖かったんですよそれは。はい、してない。そうだ、細井さん怖くなかったんですか。細井さんは森哲さんの方が怖かった。うそー。で特にそんなに喋りもしてなかったんです。慶応、はい、はそんなに甘くないみたいな感じだったのか。あの辺覚えてます。でも何喋ったとかは。いや、あんまり覚えてないですね。あんまり覚えてないですね、うん、やっぱり、まあ、あんだけ極度の緊張になったらね、そうなりますよね。その中でも獲得しましたから、参考書買ってやっていくわけです。え、志望は千葉大目指してやっていく感じですか。それとで次第も受けていくわけですもんね。決めてます、ここ受けたいなとか。いや、千葉大と KUSTFC 受けたいなってことだったんですけど、はい、まあ、麻雀業界の結構有名な大御所の方に結構ちょっとご指摘いただいて、はいはいはい、でなんか本当にデータサイエンスでいいのだろうかみたいな。あ、そうなんですね。じゃあまあいろんなとこもやっていくって感じ、はい、まあ次第もねぜひ受けてってもらえれば、受験費もらえるんでね、いろんなとこ受けてって。これからでも勉強はどうしていくんですか。今英語と数学を中心にやってます。あ、やってるんですね。もう今参考書とか何やってるんですか。今ポラリスレベル1。あ、はいはい、長文の方ですか。はい、はい、ポラリス長文の1 と数学は一番最初の優しい高校数学っていうのをやってます、はいはいはい、でも基礎からやっていくっていう感じなんですね、はい、英語はどうですか。できるようになってきた実感とかあります。うーん、一応文法とかだって単語やったって言ってましたもんね、はい、あの動画の時は単語やって、はい、で文法はやってます、はい、あ、やって積み上げてきて構文もやった、はい、って言っていよいよ長文って感じですね。ああ、なるほど。読めるっていう感覚あります。うーん、まだ、はい、もう全然いいですよ、正直に言ってもらえれば、はい、読みません。まだまだこれからっていう感じですね。構文何や。構文の70っていうやつです、はいはいはい、まあ、KOSFC でもまあ英語バッチリやんなきゃいけないし、まあ、数学できればね強いしですね、理系にもなれますしね。であとは文系のところ、うちのチャンネルに、ね、出てくれたあの飯田とか、はい、文系無双してましたからね数学で。やっぱそういうことできたりするんで、やっぱり数学はできると強い。で数学は大変ですか。あ、大変です、はい、まあ、やっぱりそうなんですね。え、じゃあこれもう勉強時間、じゃあこれからガンと増やして、うーん。うーん、バイト、トヨタ行く前は本当に10時間簡単だったんですけど、戻るのが難しい、
10時間に戻すのが、はい、何してるんですか。でもその睡眠時間が伸びたっていうのもありますし、 あとなんで寝ちゃうのってあの人に言われるから天才なのって言われちゃう。11時間ぐらい寝ちゃうんですよね。寝すぎそれは寝すぎ、2度寝しちゃう。3時間削んないといけないですね、はい、じゃあ削りましょう。そこは千葉大君だったら他教科もやんなきゃいけないですからね。国語とかも必要だし、もう家でできる感じですか。どっか行って図書館行ってとか。あ、家ですね、はい。もうずっと家でやってる感じなんですね、はい、ぜひ千葉大って学費ね免除されると。はい、免除なんです。いいですよね。じゃあまず睡眠時間を減らす方法何ですかね、はい。何時寝て何時を12時か11時に寝て、うん、で、まあ、次の日の10時とか11時とか、はいはいはい、なっちゃうんですね、はい、それを8時とかで起きれるように。小鳥先生の声の目覚ましとかどうですか。いやでもこれからやっていかないといけないですからね、はい、計画とかはどうなってるんですか。ちなみに勉強のここまでにこれやるとか。いや4月中にポラリスレベル2終わらせたいなっていう、はい、ああなるほどね。やってもう長文できるようにしてっていうんで、はい、数学はどれくらいできる。数学はもう今 1A やってるんで、はいはい、3終わらせれればなっていう4月中に、はい、おお4月中に、はい、じゃ結構やんなきゃいけないですね。はい、じゃ寝てらんないっすよ。今後の参考書数学はどうする。基礎問題成功、緑の方を使おうかなっていう、はい、もう今お金もらいましたから、はい、もう全然そのまま買いに行きますなくさないでください、ね、はい、わかりました。もう全然そのまま書店に行ってもらってもいいですし、 Amazon とかで注文してもらってもいいですし、やってもらえればいいかなと思いますけどね。でも反響なかったですけど、そのなんか有名な麻雀の人から業界の、はい、方に、はい、から連絡が来たんですね。連絡というかツイッターで僕のことをいろいろ他の麻雀業界の方と一緒にこうケンケンガクガクみたいないろいろ議論されてて、はいはい、はい、そんな人。僕ツイッターも LINE も何もやってないんで。あ、そうか、はい、ちょっと反応が来てたってことですか。ただそう、僕のことを書いてる感想を見たっていう。あ、なるほどなるほど、すごい。ツイッターも LINE もないっていうのはすごい、はい、まあシャットアウトしてるわけですね、そういうの。あ、そういうのもあったんですね、はい、すごいな。いや、 やっぱすごいたくさんの人見られたってことですもんね。不思議ですよね、全然知らない人たちに見られたんですもんね。ね、やっぱいろいろコメントが来てたのは、その大井さんが一番、ね、お金もらってちゃんと達成できたら一番いろんな人に勇気を与えられるだろうっていうね、そういうコメント多かったんで。どうですか、プレッシャーですか大丈夫ですか。不安はある。いや、本来のオール社達成の方のなんかコンテンツを超える自信がないというか。ああ、なるほど。すごい濃かったじゃないですか。はい、いやでもキャラ的には圧倒的に濃かった。もういろんなコメント面白さでは圧倒的できてましたからね。いや、僕は泣いてて緊張してたんで面白かったんですけど、はい、普段はあんまりそこまでなんで、はい、そうなんですね、はい、でも一番報われてほしいっていうねことだったんで、そこは他の志願者もそう思ってますから、もう一方辞退したわけですから、ぜひ大井さんにって言って。あ、これ聞きましたよね。はい、聞きました、うん、大井さんにあげてくださいって。2人分の思いでやってもらえればと思うんで、頑張っていけそうですか。はい、はい、頑張ります。はい、じゃあとりあえず、まあ、目覚ましじゃ起きれないんですか。2度寝しちゃう しかもしばらくぼーっとしちゃうんですよ ね、やっぱり睡眠不足なんで。じゃあ松原さんにかけてもらいますか。電話やだ電話で解決するんだったら、まあ、普通に目覚ましで解決するかなっていう。なるほど、ね、じゃあとりあえずあとはベーシスに入れます。はい、ポイズンにやってもらいます。はい、ちょっと英語をちょっとガンと英語だけでも上げるように頑張ってほしいのでやってください、はい、まあ、でもまあ良かったですね本当に。この後ですね、まあ、皆さんぜひ応援していただければ、まあ随所随所で、まあ、模試とか受けたら、あ、はい、わかりました、あの追っていきますんで、はいはい、どうなっていくのか、ね、成績を上げていってもらえればいいと思いますんで、はい、ぜひね、ここは本当にガチンコですからね、はい、なんかガチンコっていうと昔あったやらせ番組みたいだけど知らないか、はいはい、そういう感じですが、本気でやっていきますんで、ぜひ応援してもらえればいいんじゃないかなと思います。なんか言いたいこととかありますか、ちなみに。まあ、そのデータサイエンスじゃちょっと無理だよって第一人者の僕より詳しい方に言われて、まあ、へこんでちょっとやっぱりそのアプローチじゃいけないのかなと思ってますんで、うん、まあ、大学進学してからそういうやり方が見つかればいいなと思ってます。まあ、そうですね、大学ってそうですからね、まあ、ある意味やりたいことを見つけに行くところでもありますからね。もちろんまあ多少、ね、専攻だったり何々ってあるけど、はい、そういう形で、はい、ぜひ頑張ってもらいます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値も30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、
か TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。